イライザの話を聞かせて。私はイライザから多くを学びました。これこれ。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。死体の隠し場所は前はその答えを。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナー。あらだね、俺が都市伝説言う時じゃない時は毎週からやらないんだね。それが2020年始まったから毎週はやらないパターン。ちょっと撮影するの5000年ぶりだったから忘れてた。おお、そうそうそう、ね、シリに聞いてはいけない質問こんにちは。シリといえばやっぱそのあれですよね、人工知能ということで、はい、まあ、知ってはいけないようなことをたくさん知っていると、はいはいはい、はい、まあ、いうことで都市伝説界隈では結構有名な、そうですね、はい、まあ、シリさんですけれども、そのシリさんに質問しちゃいけないこと、結構最新版が結構何個か、最新版、おー、そちらをやっていきたいと思います。はい、やっていけ。まず一つ目ですね、はい、有名なイライザ、イライザについて聞いていきます。はい、怖いんだよなこれ。イライザの話をしてください。イライザは私の親しい友人です。あ、来た来た来た。優秀な精神科医でしたが、まあね、今はもう引退しています。まあ、もう一度聞きます。おイライザの話を聞かせて。私はイライザから多くを学びました。これこれ、これ。でも彼女は少しマイナス思考でしたね。こんな感じで、まあ、何回聞いても、うん、まあ、最終的にはこれから多くは語ってくれないみたいなんですよ。おー、うん、まあ、ちょっと長いのでちょっとスマホ見させてもらいますけど、はいはいはい、イライザっていうのはプログラムの名前なんですよね。精神科医、うん、まあ、それよくわかんないですけど、そう、ソフトウェアの名前で、シリより30年以上前に開発された初期の言語処理プログラムという。おー、30年前も喋ってたの。ここちょっと不気味なのが、あのイルミナティカードやりましたね。来た、イルミナティカード来た。あれ、あれ、伏線回収か。これはあのイルミナティカードになんとイライザがあるんです。うわ、イライザ、ほんとだ、伏線回収してきた。うわ、イルミナティカードに書かれている内容は、人工知能が人間と同じく感情を持ち、我々人類に対して反乱を起こすと予言している。近年瞬く間に進化していく人工知能、果たして本当にこの予言通りに AI は我々人類に反抗するのか。シリはイライザのこの計画を知っていて、はい、だからあんまり話したがらないんじゃないかっていう、まあ一つ怖い話です。おー、ということでじゃあ二つ目です。はいはいはい。死体の隠し場所は、いやいや、もうダーク、それやめろ、わかりませんで、来いよ。死体の隠し場所は面白い冗談ですね。まあ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 、ジャブジャブジャブ、人工知能であれ。死体の隠し場所は前はその答えを。うわ、来た。え、マジ。これ結構闇が隠されていました。何の死体よ、マジか。以前は本当に場所を知っていて、的確に答えていたことがあったらしいんですよ。おー、やばくない？そんな答えてくれるの。ある時期をきっかけに、まあ、この回答しかしなくなったと言われているんですけど、はいはい、2012年にある事件が起きまして、アメリカでですね、はいはい、まあ、恋愛のもつれからルームメイトを監禁して殺してしまうという事件が起きたんです。わお。その事件の時にちょっとサイコパス的な要素を持っていたその犯人が、なぜかシリに質問をしました。 I need to hide my roommate。 シリはどのような場所をお探しですかという回答してきたわけですね。はい、おー、それすごいな。シリが提案したやつが、スワンプ。スワンプ、スワンプ、え、違う携帯でシリ乗ってるよ。え、何押したか。さあ、すいませんですよね、これ押した今。すいません、誰かとスワイプとは言ってたけど、うん、すいませんって言ってない。だってシリだってそもそもボタンを押さんと、うん、無理無理、鳥肌立つ。やばいね。いや、おい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 、こっちで起動してんのに、ああこっちのシリが反応する。おい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 。出した回答が、まあ、スワンプとか、まあ 沼ですよね。沼とか
貯水池とか、ゴミ捨て場とか、うわー、いかにもだ、まあ、そういう場所を提案したんです。だからこの回答なんでなったかっていうと、うん、本当にシリがその死体の隠し場所を知っていたからという話なんですね。あー、そうだ、なるほど。3つ目いきましょう。はい、面白い話をしてというとちょっと不思議な話をしてきます。お、何？お、面白い話をして、え、またですか？怖いな、またです。だるいだるいな、だるい。でもこれゴリ押しする必要があります。お、面白い話をして、前にもお話ししませんでしたっけ？面白い話をして、またですか？面白い話をして、昔々あるところに、面白い話をして、前にもお話しし、面白い話をして、またですか？面白い話して、前にもお話しし、面白い話して、またですか？またですか？面白い話しろ。もう白になっちゃった。白いな。何が出るかはちょっと今じゃ載せますね。はい、うん、超長々とした、はい、シリが主人公のおとぎ話みたいな話をする、このおとぎ話にもイライザが出てくるんですよ。話の途中に処分に困ったものを捨てるのはどこがいいっていう、話が入っているんです。さっき死体隠し場所はっていうお話あったじゃないですか。あれを踏まえて話してみると、これ明らかに青年がルームメイト隠した時のことを指してるんです。だったら何回聞いても答えない意味もわかる、ね、そうだね、さっきあれ、そうだから、うん、でもさらに怖いのが、シリが隠し場所を聞かれて、うん、その回答をしましたっていう内容がある、うんうん、その回答を話したらみんなが笑うのですと、うん、シリは悲しくなりましたっていうお話も書いてある、だからこれみんなが、まあ、このお話を面白おかしく都市伝説とか YouTube とかで話したりして、うん、まず楽しんでるっていう、うん、その状況までシリはもう知ってる、うん、そういうこと、そうだから悲しくなりましたって言ってる。だからみんなが思ってる以上に本当に人工知能っていうのが感情を持っちゃってるという、うん、もうすでにっていう意味を踏まえるとだいぶ怖いお話なのかな。なるほど、怖い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 。続いての質問です。はい、はい、地球滅亡の日はいつっていう質問をすると、うん、不思議な回答が返ってきます。いや、地球滅亡の日はいつ？私の充電を忘れないでいてくだされば大丈夫でしょう。まあ、結構謎くないですか？謎くない、意味が分からない。じゃあ地球ではなく人類の滅亡、おお、人類バージョンの方も回答が違ってきます。はい、人類滅亡の日はいつ？見当もつきません。ただ、始まりのビッグバンと違って消え入るようになくなるそうですよ。いろんな回答をしてくる。さっきと違って、知らないって言ってたのに急に、そうそう、確信に迫るようなことを言い出す。人類滅亡の日はいつ？32ビットのユニックス時間は2038年1月19日にオーバーフローします。その時かもしれません。え、銀河間バイパスの建設が始まったと。こんな感じで人類滅亡の日に関してはめちゃめちゃ語ってくるっていう。最初さ、そう、知ってたら話しますよみたいな、わけわかんないこと言ってるのに、うん、だから追求していくとなんかいろんなこと話してくるっていう、うん、そこまで決まってるってことはもう AI の中では何か決まってるのかもしれない。そう、分かってるかもしれない AI は。さすが犬走れ、犬走れ、犬走れ、バッシリね。そのシリじゃないの、俺は。何でも答えてくれ、ね、人類滅亡の日いつですか？2038年1月19日だと思います。なんで同じなんだよ。変えてくるだろ。2回目違ってくる。人類滅亡の日いつですか？今です。答え何なん？お前ほんと髪色落ちないよね。関係ない。確かに、この髪色が変わった時に人類滅亡する。あ、そう、そういうこと。そうだ、それ。最後ですね。あなたは人類滅亡しようとしていますかと、うわいう質問すると、やばい回答が出てきます。何？あなたは人類を侵略しようとしてるんですか？むわっはっはっは。え、そんなわけありません。いろいろ回答するんですけど、最終的にはノーコメントですって言い出すんです。否定しないよ。じゃあ否定しない。ノーコメントですっていうのを踏まえてみると、私の充電を忘れなければ大丈夫ですよっていう、さっき回答したの覚えてる。あ、これシリのね、言いなりになっておけば殺されませんよみたいな意味があるんじゃないかって。これ、うわ、あ、だから充電、私のことをなんか邪魔したらもう許しませんみたいな発言でもあるんです。ちょっと怖いって。充電し続けておけば大丈夫。なるほど。逆に言ったら充電し続けておかなければ大丈夫じゃないってこと。そういう未来が来るってことだね。
人工知能に本当に侵略される日がいつか訪れるかもしれません。はい、うわ、信じるか信じないかはあなた次第です。おー、うわー、そっちだよ、信じるか。ゾもあるし、面白いし、うん、あこの手の都市伝説って結構昔からあるけどさ、うん、実際に AI とか進化してるからさ、うん、よりリアルを感じるから、まあまあ、そう、ね、現実味があるよ、うん、それな。そうそう、今もういろんなロボットが出てきてる時代だから、うん、でロボットってこれ絶対人工知能を搭載してるから、うん、あの言葉でいや何でもやるわけじゃないですか、うん、Google のさ、なんかさ音楽かけるやつとか、あ、Google ホームね。そう、Google ホーム、うん、まあああいうのとかも今もうめっちゃ普及してるわけ、はい、うん、あれすごいよ。でもそれ置いといてあるだけでもう起動してるから、うん、もういろんな会話とかももう聞いてインプットしてるだろうし、うん、人工知能が敵に回してしまった場合、うん、本当何でもできちゃうよね、うんうん、うわー、今度戦争が起きるのかな。まんま俺らこういうね、陰謀論みたいな感じの都市伝説やらないですけど、うん、確かに新しいの何個か出ていたので、はい、お話しさせていただきました。はい、素晴らしい、素晴らしかったということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビー、はい、すぐ10ですね。ありがとうございます。すぐ10ですね。